はい、こんにちは、ジーコと申します。今日は、子どもの不思議を科学する、子どもってなんであんなに棒が好きなの、私が棒を持つことを禁止しない方がいいと思う理由についてというタイトルで紙芝居をやらせていただこうと思います。で、多分聞いてくださってるのは未就園の0歳から3歳ぐらいのお子さんを育てているお母様がほとんどだと思うんですけれども、2、3歳の子供っていうのはなんでこんなにっていうぐらい棒が好きだったり、水が好きだったり、階段が好きだったり、または砂が好きだったりとかしませんか？そしてそれとは反対に、なんでこんなにっていうぐらい泥が嫌いな子もいれば、ブランコが嫌いな子もいれば、水がちょっと袖についただけでもすごく嫌がってパニックになっちゃう子もいる。こういうちっちゃいうちの子供の行動というのが何に由来するかというのがある程度わかるんですよって言ったら驚かれますでしょうか。今日はそんなお話をできたらなと思っています。このお話を知っていると、子供が棒を好きで好きで仕方がないのも、しょっちゅう高いところから飛び降りたがるのも、急いでいる時に限って歩道の縁石で一本橋とかやりたがるのも、なるほどねと納得できちゃうんじゃないかと思います。題して、子供はどうして棒が好きなのか。さて、人間の赤ちゃんは他の生物に比べて全く 未成熟な状態で生まれてきますよね。草食動物の赤ちゃんというのは大抵生まれて 1、2 時間で自力で立てるようになり、自力でお母さんのおっぱいのところまで歩いていけるようになります。ところが人間の赤ちゃんというのは自分の意思で動くこともできなくて、食べて寝て排泄して泣くだけの新生児期というのを過ごしています。それが首が座ってお座りができるようになって、ハイハイしてやっと1年経って歩けるようになる。これら全部筋肉の問題だと思われがちです。新生児はふにゃんふにゃんの体でどこにも筋肉がなさそうだから、首を支える筋肉が鍛えられてないから首が座ってないんだなとか、体幹の筋肉が鍛えられてないからお座りができないんだなとか、それもあるんですよ。もちろん体の構造上の問題というのもあるんですけれども、それだけじゃなくって、実は脳の機能の方も重要で、生まれたばっかりの赤ちゃんというのが体を使えないのは、どこにどういうふうに力を入れたらいいのか、それだけじゃなくて自分の体のどこにどんなパーツがついているのかということがよく分かってないからという側面もあるんですね。さて、自分で動かせる筋肉のことを髄筋、内臓や心臓など自分では意識して動かせない筋肉のことを不髄筋という言い方をしたりします。生まれたばかりの赤ちゃんというのは全身が不髄筋でできているようなもの。おっぱいを飲むっていう行為も吸血反射という原始的な反射運動であって、自分の意思ではありません。その証拠に、お腹が空いてなくても赤ちゃんの口元に指を寄せてツンツンツンとつついてあげると、ハウハウハウって乳首はどこだどこだって探す反応をするでしょ。あれも探索反射って言われる原始反射の一つで、触られたら無条件に起きてしまう、そういうものなんですね。お腹が空いていなくても絶対起きますよ、飲んだばかりでもね。さて、生まれたばかりの赤ちゃんでもこんな風に笑って見えることってありますよね。でもあれは別に笑っているわけじゃなくって、たまたまそういう表情をしただけのこと。それを見て周りが、あー笑った笑ったとか、いやほんとかわいいわねとか、お父さんにねとか、嬉しそうな反応というのを見するから、あ、なるほど、ここをこういうふうに動かすとなんか周りから気持ちのいいリアクションが聞こえてくるなみたいな、そんな学習をして笑うっていう行動を身につけていくんですね。ちなみに、その勝手にこう笑っているように筋肉が動いただけで実際笑っているわけじゃないのを生理的微笑という言い方をしたりします。で、反対にこう学習して、例えば自分の好きな猫がやってきたとか、美味しいご飯を食べられたとか、お母さんの声がしたとかで嬉しくて笑うのを社会的微笑という言い方をしたりします。
社会的微笑っていうのは学習によって身につけるものなので、赤ちゃんが何をしても周りから一切のリアクションをしなかったら、笑うとか怒るとか泣くとかという感情的な表現というのは赤ちゃんはできないまま大人になると言われていますね。ところで、寝たきりの5ヶ月ぐらいまでの赤ちゃんのおもちゃにこういうのがあるでしょう。顔の上にいろんなものがぶら下がっているチーク玩具と言われるもの。これを置いておくと赤ちゃんの発達にとって何がいいか。赤ちゃんはさっきも書いたようにちゃんとした髄運動というのができません。とにかく脳の中は大混戦状態で、この信号を送るとどこが動くのかというのが自分でもさっぱり分かってない感じ。それでも起きている時に偶然手足をパタパタすることがありますよね。その時にあのおもちゃに偶然当たって音がしたり光が反射したりすると、赤ちゃんの視覚や聴覚や触覚が刺激されます。たまたまが何回も続くと、あれ？今なんかこの信号を送ったら音がしたぞと、自分がしたことと周りからのリアクションとの関係に気がつくのです。偶然手を動かす、当たって音が鳴る、おお、今ので手が動かせるんだと、随的な運動というのが出来上がっていくわけですね。そうやって体が使えるようになっていくのと同時に、自分の体のイメージもできていくわけです。自分の体の大きさや、どれぐらいだったら手が届くか、一歩のサイズがどれぐらいなのか、自分がジャンプした時にどれぐらいまで届くのかみたいなね。これらの情報をボディマップと言います。ボディマップには体の各部がどこについているかという位置のマップと、体の動きのマップの2種類が存在していると言われています。それらを駆使して私たちは大抵のことをこなしています。ボディマップは頭の中に時間をかけて作られる地図なので、更新が遅れることというのがあります。例えば成長期の中学生ぐらいのお子さんというのは、お家の中でしょっちゅうカモイに頭をぶつけたりとかしていませんか。ちょっと前と今とでは身長も手足の長さも変わってしまうので、正確なボディマップを作りきれていないからそういうことが起きてしまうんですね。中学生の男の子が家の中でカモイに頭をぶつけたり、車を乗るときにおでこをぶつけてたりとかしたら、ああなるほど、この子のボディマップはまだ体の成長に追いついていないんだなと、ニヤニヤしながら眺めてみましょう。さてさて、ボディマップがちゃんと形成されていない子どもというのは、中学生男子のようによくあちこちにぶつかります。縦だけじゃないですよ。幅の感覚っていうのもよくつかめてないことが多いので、どう考えても入れないような狭い隙間にでも入れると思って入ろうとします。自分の体のイメージができてないからよくわかんないんですね。例えば私たちは、鼻はどこを指さしてと聞かれればピタッと鼻を刺すことができると思います。鏡で見てるわけでもなくても、間違えようもなく鼻に指がピタッと行きますよね。だけど目とか鼻とか耳とか顔のパーツを覚えたばっかりの赤ちゃんに、鼻はどこと聞くと、あんなとか言いながら微妙にずれたところを指さしたりしませんか。それはまだ鼻の位置のマップというのは正確に作られていないってことなんですね。とってもぼんやりしたマップで生きているのがこの時期の赤ちゃんなんです。だからちっちゃい子というのは、自分の体のサイズや能力を測ることができないので、万能感に満ちているとも言えます。兄弟を育てている方はよくわかると思うんですけど、上の子がやることを下の子が自分もできると思って何でもやってみたがるってことないですか。お兄ちゃんがこの幅の溝を飛び越えられたんだから、僕にだって絶対できるはずみたいに無茶を承知でやるんですよね。でも本人は無茶だと思っていない。大人は正確なボディマップを持っているので、瞬時に自分ができるかどうかを判断できます。ただ大人は若い頃の運動のボディマップを更新していないことが多いので、若いつもりで動くとできなくて怪我をしちゃうみたいなことはよくあります。
幼稚園の運動会でお父さんリレーで、なんか毎年必ず一人ぐらいなんかあの足の腱が切れましたみたいな人が出てくるのはそういうことなんですよね。作り上げられた運動のマップというのが更新されていないままおじさんになってしまって、やればできるはずって頭は覚えているから、もういきなりフルパワーでいっちゃうんですけど、体の方はね、筋肉は衰えてるし、使ってなかったところの動きっていうのはぎこちなくもなっているので、それについていけなくって怪我をしちゃうみたいな、よくありますよね。ところでこのボディーマップと言われるものなんですけど、道具を使うことで拡大したり変形したりすると言われています。どういうことかというと、例えばこたつでテレビを見ているとしましょう。リモコンがちょっと遠くにあります。手を伸ばしても届かないなと分かるぐらいの距離。そんな時、自分のすぐ近くにバドミントンのラケットがあったら、迷わずラケットでリモコンを引き寄せませんか？この時脳の中では何が起きているか。ラケットを掴んだ瞬間にラケットの長さを判断して、自分の手がその分伸びたというふうにマップの認識が切り替わるんです。手がこれだけ伸びたらそこのものは取れるな、よしじゃあ取ろうという判断があって、初めてラケットでリモコンを引き寄せてくるってわけなんですね。これがボディマップの拡大と言われるもの。物草な例でちょっと恐縮なんですけども、さて、ボディマップの拡大と言われるものは本当にあちこちで起きています。テニス、バドミントンはもちろん野球もそうですよね。ゲームのコントローラーを握っているときはバーチャルな世界で自分がマリオになりきって飛んだり跳ねたりしているので、ここ一番のジャンプをするときにはつい力が入ってしまって、よいしょなんて掛け声が出たりしますよね。マリオカートやっててカーブでさ、右にこう傾いてると自分もなぜか一緒に右に傾いたりとかね。あれは脳の中にバーチャル世界でのマリオのボディマップを作り上げているから起きることなんですね。脳はマリオをその時の自分の体だと認識しているのです。傘を差して歩いている時はボディマップでは傘の幅が自分の体の幅という認識になりますから、前から来た人とぶつからないように瞬時に判断して避けたり傘を傾けたりしますよね。もっと言うと、車の運転もボディマップを拡大させて車幅感覚というのを掴んでいます。運転が上手な人は車に乗っている時は自分の体のサイズが車のサイズとイコールになっているんです。だからダンプに乗ればダンプの車体が自分のボディになり、どれだけハンドルを切ればこの角を曲がれるのか、この幅でこの道路が通れるのかと瞬時に判断できちゃうんですね。私は運転が下手っぴなんで、ボディマップを自在に伸び縮みさせるのが下手くそなんだと思います。慣れた自分の車だったらなんとかなっても、人の車は怖くて運転できません。ハサミや包丁や網針、釣り竿、お箸などなど道具を使う行為は自分のボディマップを便利に変形させているからこそ使いこなせるわけです。ボディマップは使う道具によって変形もしています。ハサミを使うときは指はハサミに、箸を使うときは指は箸に置き換わっています。もちろん脳の中でですよ。私たちはハサミで髪を切るときに分厚くて切りにくいっていう感触をハサミを通じて感じ取ることができます。自分の手で直接触っているわけでもないのに、それはハサミが変形したボディマップとして機能している証拠でもあります。お箸で食べ物をつまむときも、それが柔らかいのか硬いのかぐらいは触ったら分かりますよね。あんなに細い棒の先で触れているだけなのに。ボディマップはこんな風に私たちの体の形から一瞬にして道具の形に変わることができるのです。さて、それでやっとタイトルにも出てきた棒と子供のお話なんですけれども、棒っていうのは人が初めてボディマップを拡大させるのに使う道具だと思うんです。
棒を持ってよそ様の家の塀をガリガリしながら歩いてみたり、棒を持って木の枝の葉っぱをバシバシ叩いて落としてみたり、棒を持って地面に線を引いてみたり、棒を持ってちょっと離れた友達においおいとちょっかいを出してみたり、これらは全部ボディマップを拡大させる遊びとも言えましょう。こうやって自分の体の感覚を伸ばしたり縮めたりするってことが、人という生き物が道具を使いこなして文明を発達させてきたことの大事なポイントだったりするんだと思うんです。よいしょ。実際道具を使うことが本能にプログラムされている生き物は人間の他にはオランウータンぐらいしかいません。その他の類人猿は付きっきりで教えれば道具が使えるようになった例がありますが、例えばニホンザルとかですかね、大抵の場合は全てのことを自分の手だけで済ませようとします。ボディマップを変化させるという能力は人類が進化の過程で獲得してきたものなんですね。これができるから発展してきたとも言えます。猿の話が出たついでに、あらゆる動物の子供は遊ぶという行為をしますが、何かを作るという行為が遊びであるのは人間の子供だけなんだそうです。折り紙とかブロックとかね、あやとりとかもそうですよね。人間の子供は作る行為を楽しいと思う。で、何かを作る行為を始めるにはその前に必ず破壊というのがないといけないんだそうです。だから子供の遊びはまず壊す、破壊というところから始まるというふうに言われています。例えば砂場でお母さんが一生懸命プリンカップを並べてケーキを作っている端から子供が踏んで壊すなんていうのをよく見るんですけれども、砂山を作るより砂山を壊す方が先、紙で工作を始めるより紙をビリビリ破くのが先なんですよね。棒はそんな破壊したい時期の壊したいという欲求を叶えるのにも最適です。だから棒を持っている子を見かけても危ないからと取り上げるのではなく、被害がないように周りが逃げるなり防ぐなりしつつ守ってあげてほしいなと思っています。さてさて、先ほどからボディマップの話をさせていただいていますが、ボディマップっていうのは自分の体を思い通りに動かすために自分で把握している体のイメージのことだと思っていただければいいかと思います。実は幼児の発達というのは生まれて間もない時期のあやふやなボディマップしかない時期から自分の固有のボディマップを作り上げていく過程のことだと思います。何しろ赤ちゃんは自分に手や足があることも知らないわけなんですからね。指をじーっと見てはしゃぶったり転がって足を掴んでいたりするのは、自分の体のパーツ、手や足っていうのが自分の体にくっついてて自分の意思で動くものだっていうことを確認しているんですね。YouTube なんかでハンドリガードで検索するとよく出てくると思うんですけど、赤ちゃんが自分の手をじーっと見て目の前でこうパタパタ動かしたりとかしている、あれは自分の脳出した命令で、今までは無意識に顔の前でヒラヒラしていた5本の何かがついている物体というのが自分の、意思で動くものだって初めて気がついたところなんですよね。ハンドリガードっていう言い方をします。さて、ではでは、そのボディマップっていうのがどういうふうに作られていくんでしょうかっていうのを次でお話したいと思います。では車の免許を持っている方だったらきっと分かっていただけると思うんですけど、もうひたすら乗って覚えるしかないんですよね。車の幅、タイヤの位置、ハンドルをどれぐらい切ったらどれぐらい曲がるのか、アクセルをどれぐらい踏んだらどれぐらいのスピードが出るのか、踏み加減はどれぐらいだといきなりブーンって発進しないで済むのか、全部聞いただけ見ただけじゃ分からない感覚ですよね。自分で動かしてみて掴むしかない。子供も全く同じなのです。
生まれてきた赤ちゃんは言ってみればいきなりやったこともないロボットの操縦を任されたパイロットと同じなのです。脳という操縦席にポンと乗せられてしまった。この体自分のものらしいけどうまく動かない。どうやったら動くんだろう。その前にこの体には一体どんなパーツがあるの。説明書も何もないからどこをどうすればどう動くのか、そもそも起動スイッチがどこなのかってことからしてよくわからない。その状態から自分の体を自由自在に動かせるようになるまでに一体どれぐらいの年月がかかると思いますか。今大人になった私たちは自分の体を無意識で動かしています。だから歩くときに右足を上げたとき左足だけでどうやってバランス取ってるんだっけなんてことは考えずに歩いています。慣れた人はテレビを見ながら編み物をしたりしますが、あれも何度も何度も繰り返したことで行動がオートマになっている例ですよね。意識せずに体を操れるようになるにはたくさんの時間が必要だということがわかりますね。ちびっ子たちの仮面練習期間はだいたい7歳頃まで続くと言われています。ところで操作の上達のためには時間が必要ですが、実はもっと必要なものがあります。それは操作している乗り物からのフィードバックなんです。フィードバックっていうのは自分が行ったアクションに対して外から戻ってくる情報のことです。これを使って自分のアクションというのをちょっとずつ修正して上手くなれるようになってるんですね。例えば乗り心地を追求しまくって路面の凸凹が20センチぐらいあっても全くドライバーに振動が伝わらない車というのが開発されたとしましょう。するとその車を運転する人にはタイヤが縁石に乗り上げても分かりません。ぶつかったり乗り上げたりした振動や感触が運転している人に伝わることで自分の運転を修正し上達していくのに、その感触が伝わらなかったらうまくなりようがありませんよね。人の体にもこのフィードバックを脳に伝えるための感覚があります。固有格と言います。多分普段の生活では全く聞いたことがない感覚だと思いますが、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚などと並ぶ人間に備わった感覚の一つです。と例えばですね、今これを聞いてくださってる、見てくださってる方、目を閉じた状態で手を水平に真横に上げてみてほしいんです。でそのまま鏡の前に行ってみるとですね、水平だと思っているのが実はちょっと上だったりちょっと下だったりってことはあると思うんですけれども、おおむね水平にはなってると思うんですよね。で自分の体は見ていたわけではないのに大体の位置っていうのがキープできる。これこそが実は固有格の働きなんです。目をつむっていても自分の体がどういうふうに動いているのか意識できるのは体の隅々に張り巡らされた固有格のセンサーが、手は今どこにあるのか、足は今どこにあるのかという情報を伝えてきているから思い通りに動かせるんです。固有格からの情報がないと目に見えるところでしか自分の体を操作できないので、例えば後ろ手にエプロンのリボンを結ぶだとか、ネクタイを結ぶだとか、シャツの一番上のボタンを留めるだとか、ポニーテールをするだとかっていうことが非常に難しくなります。さて視覚は目から、聴覚は耳から入ってきますね。じゃあ固有格はどこから入ってくるんでしょうか。それは筋肉や軟骨の中にある固有格のセンサーから入ってきます。大抵の人はそんなところにセンサーがあるなんてことを知りません。外からは見えないですしね。だからそこがうまく機能しているのかどうかが他の人にはわからないんです。固有格のセンサーが脳に筋肉の縮み具合、つまり力の入り具合だとか、関節の滑った方向、つまり体の各パーツがどっち向きに動いたか、
とは体に加わった力の大きさ、誰かがぶつかってきた時にその衝撃だとか、または飛び降りた時に足の裏にドーンと伝わる衝撃だとか、何かを殴ったり蹴ったりした時に伝わってくる衝撃なんか、または体に何かが覆いかぶさっている時の重さみたいなものを伝えています。この感覚があることで赤ちゃんは力の入れ具合というのを学んでいきます。ブリックバッグのジュースを持つとき、どれぐらいの力で握ればジュースが溢れないのかとか、ペットボトルからコップにジュースを注ぐとき、どれぐらいの力でどれぐらい傾けたらいいのかなど、日々固有格からのフィードバックで力の入れ具合を調整することを覚えているのです。実際に体を動かすことで固有格からのフィードバックを受け取って動かし方を学んでいくんですね。ちなみになんですけれども、力の加減がわからない時っていうのは、とりあえず最大出力で動かしてしまうものらしいです。そーっととか小さな力でっていうのはとっても繊細で難しいので、よほどのコントロール能力が必要らしいです。赤ちゃんがブリックパックを握りつぶして、必ずストローからブシューって液体を出してしまうのは、そういうことなんですね。いきなり最初からそーっと掴んでちょうどよく飲める赤ちゃんっていうのはいないんです。さて、生まれたての赤ちゃんの固有格はまだまだちょうどいいレベルで信号を返してくれないので、脳もどれぐらい力を入れたらいいのかがよく分かっていません。何度も繰り返してやってみて調整がうまくいくようになったことは、無意識にできるようになるので練習が必要なくなります。つまり意識して固有格の刺激を、固有格に入った刺激に注意する必要がなくなってくるんですね。だからこれは必要ないなと判断した遊びは自然にやらなくなっていきます。年齢に応じて遊びが変わっていくのにはそういう意味もあったりします。例えば私たちは小学生ぐらいの時によく階段の踊り場から何段から飛べるかみたいな遊びってやったと思うんですけど、これも中学生になった頃にやってる人っていなかったですよね。でまた大人になった今だって、駅に行って階段を見るたびに、やったー、よし今日は何段から行けるかなみたいにムキになる人っていうのも絶対ないです。必要な刺激っていうのを取り込み終わって、もう調整ができ終わった感覚に対して、これ以上の刺激は必要ないなと判断したら、その遊びを取り込むためにやっていた遊びっていうのはやらなくなっていくものなんです。だから小さいうちの遊びっていうのは、その本人が今の発達に対して必要だからやっている遊びだっていうふうに見てあげることが大事なんですね。人の発達は上から下に、中心から外側に、粗大から微細にというルールに沿って進んでいきます。これは発達の大事な掟で、この順番を飛び越えて進むことはありません。本来ならばね、首が座って腰が座って立てるようになるでしょ。寝返りっていう体幹を使う運動ができるようになって、手足で支えて、ハイハイができるようになっていくでしょ。そして、手足をブンブン回したりだとか、滑り台を登って降りるみたいな粗大な運動ができるようになって、初めて BB 弾をつかむみたいな微細な運動ができるようになっていくでしょ、ね、体幹や手足といった大きなパーツの固有格が十分に発達してから、指先といった細かいパーツが思い通りに動かせるようになっていくのです。だから一人で滑り台を上がって滑ってくることができないうちに、文字を書くことができるようになるっていう子供がいないのはそういうことなんですね。幼児の好きな遊びというのは、大人から見ると延々無意味なことをしているように見えることがあります。階段を延々登ったり降りたり、公園の小さな山を登ったり降りたり、
ちょっとした段差を飛び降りてみるのを何度も繰り返したり、意味なく走り回ったり、これらはすべて固有格を刺激する遊びなのです。人は自分が成長するために何が必要なのかが分かっています。そして自分の成長を喜ぶ生き物です。子どもたちの遊びは本能が自分を成長させようとしている遊びなんですね。次にお話しするのは前庭核の働きについてです。前庭核って聞いたこともないですよね。別名バランス感覚とか平衡感覚とかも言います。ちょっと目をつむって想像してみてほしいんですが、あなたは今誘拐されて車に乗せられたとします。目隠しされて車に転がされているので外の様子が分かりません。運転手は結構荒っぽい人みたいです。車が急発進しました。どんどん加速しカーブを右に曲がりました。坂道を登っているようです。これらの情報を目隠しされていて分かる自信はありますか？大抵の方は急発進や右に曲がったとか体が斜めになっているっていうのは目隠しされていても分かると思います。それはなぜか、前庭核があるからなんですね。前庭核は頭の傾きと頭にかかる重力の方向と強さ、つまり加速度を感じる感覚です。傾いて倒れそうになった時、とっさにバランスを取ろうとしますよね。それはこの前庭核が頭が倒れて大変なことになるぞという信号を送り、体がそれに反応するからできることなのです。そしてこの前庭核への刺激に対する敏感さによって、スピードを快感と感じたり恐怖と感じたりするんですね。受け取れる刺激のレベルが人によって違うので、同じジェットコースターに乗っていても楽しかったり苦痛だったりと分かれるのです。普段は私たちは地球の引力に引っ張られているので、前庭核は下向きにかかる重力というのを感じています。でも鉄棒で前回りしているときは、鉄棒を中心にして外側にかかる遠心力というのを感じていますよね。スケートの選手がスピンをするときは、体を軸に平面上回転するスピードと遠心力を感じている。側転するときも同様です。つまり自分の体全体が空間の中でどういうふうに動いているのかというのを教えてくれる感覚が前庭核なのです。これがあることで、まず頭をグラグラさせずに保てるようになり、次に体幹をグラグラさせずに保てるようになり、そして最後立てるようになり歩けるようになっていくわけです。この前庭核は耳の奥にある三半規管というところと、その手前の前庭という部分が感じ取って伝えてくれる感覚です。メニエール病っていう病気ありますよね。あれは三半規管がやられちゃって前庭核が正常に機能しなくなっちゃう病気なんですが、これにかかると寝ている状態から頭を少し持ち上げただけでも、寝返りを打っただけでもひどい目前に襲われると聞きます。前庭核からの情報がおかしくなると動くこともできなくなるということがよくわかりますよね。赤ちゃんはお腹の中で羊水の中に浮かんでいます。ほぼ無重力だと言われています。その中では上も下も前も後ろも右も左もない世界に生きています。なので当然重力を感知する前庭核は使われていません。おぎゃーと生まれたその瞬間、初めて地球の重力を感じるのです。きっと自分の体がものすごく重いなと思っているんでしょうね。そんなわけで赤ちゃんの前庭核は生まれたその日に新品で納品された機械のようなものなのです。まだ全く調整ができていないので、これからたくさん使って調整していく必要があるんですね。首が座っていていない赤ちゃんが横抱きよりも縦抱きを好むことがあります。あれは横抱きで感じる前庭核の情報はいつものことだから飽き飽きしているんだけど、縦
れだけだと違う情報が入ってくるので新鮮で面白いんでしょうね。あと寝かしつけの時に立ってゆらゆら揺すってあげるよりも抱いて歩いた方が早く寝れるっていう経験がある方も多いと思いますが、あれは輸送反応といって哺乳類の子供全般に見られる反応なのだそうです。何かの危険にさらされて親に運ばれて逃げなくてはいけなくなった時、子供が暴れるとそれだけ危険が増えますよね。そして逃げ遅れてしまう。そうならないために子供が親の輸送に協力する反応だと言われていて、実際に移動を始めると3秒で子供の心拍数が下がり、泣き声が約10分の1になり、自発的な運動も5分の1に減ったというデータがあるそうです。車に乗せるとおとなしくなったり寝てしまったりというのも同じ現象ですが、これも前庭核が移動の情報を伝えるからこその反応ですね。そして前庭核の発達とともにやがて赤ちゃんは歩けるようになっていきます。これだけではまだまだ足りない前庭核の刺激、それを求めて赤ちゃんは揺れや加速の遊びというのをしたがります。高い高いを喜んだり、飛行機ブーン、ブランコ、ハンモック、滑り台、回転遊牧、シーソー、手を持ってもらってぐるんぐるん回してもらったり、坂道でゴロゴロ転がってみたり、急いで出かける用事がある時でも道路の縁石を見つけちゃったら最後どうしても一本橋をしたくなるのは、それはもう前庭核に刺激を入れることを脳が求めているからなんですね。前庭核が発達しきった大人にはどれもつまらない遊びです。成長期の赤ちゃんたちの未発達な前庭核にはとってもとっても楽しくて仕方がない遊びなんです。それは人間の本能が自分が発達していくことを喜ぶようにできているからなんですね。今日は普段の遊びの中でよく見られるシーンを取り上げて、赤ちゃんたちの行動に意味があるということをちょっとお話しさせていただきました。今日のまとめとしては、子供は自分が発達することを喜ぶ生き物である。発達のためには感覚の刺激が必要、それを取り込むためにやっているのが遊び、必要がなくなればしなくなりますよ。そして無理な訓練は受け取れない。なぜなら楽しいと思った時にこそ脳がその刺激を受け入れるようにできているからですね。大人の私たちもそうです。つまらない話を延々聞いていると眠くなってしまうのは、脳がその刺激を、つまらないからいらないって拒絶しているからなんですよね。だから例えばその前庭核にいいからといって、今日から毎日公園に行ってブランコ100回だみたいな、そんな訓練的なことをやっても絶対子供は喜びません。自分でこれが楽しいと思うことを永遠夢中になってやるから脳に刺激が届くんですよね。つまりまとめると、楽しく遊んで子供は育つのです。だから私たち大人というのは、子供が発達していけるようにきちんと環境の整備だけしてあげて、そして口出しせずに見守るということが望まれているのではないかと思います。以上、感覚統合のお話でした。